ほんま、もう俺ももう社会保険料とか厚生年金とかあんな見てたらもうまともにやるのやめたらあかんやもん笑ってるけど。いや冷静に見たらびっくりしますね。私らも言うてること分かるでしょ。分かりますよ、ええ、こんなんまともに、ほんである何や国の国会のグタグタ見とったら余計もう青かい、うん、確かにね、思わん、全然我らは考えてないですよね、社会保険料はどんどんこう分からんようにやろうとしてますけども、チビチビ上げていってますよね。でもなんか将来的には何やったっけ、税、社保、税金、社会保険、厚生年金を含めて将来的には7割とかって言ってるもんな。でもそうしたら日本からみんな出ていきますね、富裕層はね。出ていくよりも働かんじゃん、もう、うん、まあ働かん人も出てくるでしょうけども、本当の富裕層は海外に出ていきますよね。今でも海外行ったら帰ってこないじゃないですか。いや俺今でももう嫌なってきてるけどな、だからスポーツ選手とかでも海外で活躍した人って向こうに住んだままじゃないですか。アメリカとか帰ってこないじゃないですか、で日本には出稼ぎに来るだけと、稼ぐために日本に来るんですよ。だから年間185日やったと思うんですけども、それ以上日本におったら日本で税金を納めなあかん義務が出るんですよ、でそこまでおらんかったら納税義務ないんですよ日本で。だからそこまでの範囲内だけ日本に出稼ぎに来て、でアメリカとかあちこちの自分の家のあるところに帰る。185日って言ったらちょっと半分ぐらい、はい、半分です。滞在やな、はい、だからそれで調整してるんですよみんな。もうちょっとこれほんまに耐えられへんっていうか、怒ってる人増えてきてるでしょもう。ただね、アメリカ人とか海外の人からの、その一般的な人からしたらこっちに行きたいんですよね、社会保険魅力なんで、魅力的やな、アメリカとかだったら盲腸の手術してもね、満額取られたら100万から200万取られるんじゃないですか、まあな、それ考えるとやっぱり日本はええ国やと。まあ日本に来てもうてそいつらも社会保険料思いっきり負担倍だけぐらい移民は倍や言うて負担してもらったら一気に楽になるよな。そうですね、もう数の日本国民は今のままでと、はい、半分にすると、はい、外国から移民はその今の倍やこれからますますね増えていくと思うんでね、海外の比率が。でも俺重税感半端ないだな、アンジェスの、固定資産税と不動産所得税見てるでしょ。見てますよ、もう半端ないですよ。もうこれなんでこんな税金、あれすごいよなほんまに、もう吐き気するわあれ。だから車やったら自動車税取ると、で土地建物やったら固定資産税取ると、で他のものやったら取れへんかなと思ったら焼却資産税って、まあ、引っかかったじゃないですか、焼却資産税取ると。だから物持ったら税金取るぞっていうことなんですね基本、で、商売しても税金取られるでしょ、はい、で物買っても消費税でやられるでしょ、で誰かにお金とか財産あげても税金取られるでしょ、税金取られるでしょ、はい、で死んだら今度挙句の果てに相続で税でやられるでしょ、はいはい、もう生きてる値打ちないよなもうだから何かのタイミングで絶対金取る、税金取るような仕組みになってるわけですよね。財産税っていうのもすごいよなあれも、現金は怖いよな、あれも不動産の方がええよな、はい、やっぱりな、はい、まあでも個人で持ってるのは怖いわなあんな考えたら、あーすごいなこれ、死んでまた税金取られんねえからな、墓まで追いかけてくるってことやんなだある意味うまいことできてますよね、税金取るためにもういろんなところにこう、目向けていって取ると。もう最後取られへんようになったらどうすんのやろ、二酸化炭素税とかって言って息したら税金取るぞみたいな
前言いましたっけ、車のあの電気自動車のそうそうそう、あの走行距離で税金取るからね。もういらん、あんなん考えるその頭のいいやつがおるわけですよ多分。もう生きてんの嫌なってくんなもん。税金ばっかりほんまにもう。いやでも不動産の固定資産税と所得税見とったら不動産投資まあやった方がみんな将来的に樋口さんにも俺勧めてるけど、うん、あれ見てたら吐き気するわな、ね、やっぱもう。所得税は一回こっきりですけどね、固定資産税は毎年来ますからね、で修繕そこに入ってきたりするからな、うん、ある意味ちょっとやっぱり余力なかったら怖いわな、あれもやっぱり、ね、はい、なあパッツカツカツで言っとったらちょっと怖いよな、はい、あれも、はい、うーん、まあこれあほんで俺これ出てました、あれ俺財産税の話俺、はい、うん、お客さんにたまに教えて、そんな気になってる人おらんの？あたまにいらっしゃいますけどね。あ、おるの？はい、たまにですけどね、うん、確率高いで。あなんか世の中ちょっときな臭いですね、うん、国会のグダグダ見とったらようわかるでしょ、だから危機感がないですよね、世界的にわーっと動いてるところで自分らはなんかもうえちらほちら自分らの見える世界で解散いつすんねんとかどのことか解散とか LGBT あれだからでも増税も含めてなんか井口さん嫌がることばっかりやってるよな、はい、わざとな、なんかな、国民怒ることばっかりやってるもんな、うん、一生懸命だから先解散して落としてくれって言ってるんちゃうのあれ。でもどうなんですかね、解散しても対抗馬がなかなか維新ちゃいます？伸びてくる維新もなんか結構最近叩かれてるじゃないですか。そうですよ、 LGBT 一緒になってな、だから、はい、だから野党も同じようについていってるからな、だからどこもないってことですよ、はい、だから選挙やってもだから投票率堺の市長でしたっけ、なんか投票率めちゃくちゃ低かったですよ、 30% 割れてるとか30数パーセントかな、あそう、ここ東大阪市もそんなんですよ、はい、35とかな、もう50切ったら選挙無効やと思うんですけどね、成り立ってへんですよ、だから民主主義だから要はいやだからもうそんな、その民主主義になってないですよ、そうそう、ね、民主政党っていうか、なんていうの、市議会自体がもう崩壊してますやん、そんな 35% が投票ってそんなありえへんやん、その民意じゃないですもんね、民意じゃないよもう完全に、それはちょっとなんか利権団体っていうか、それは利権ある人とかね、そういう人は選挙絶対行きますもんね、うん、もう成り立った向こうにしたいよね、 50% 割ったらもう、ねもう一回やり直しみたいな、ほんならね、選挙運動する時もね、あの投票行ってくださいって、そういうところもみんな本腰入れて いかにして行ってもらうかって考えるはずですけどね、まあ今まではどっちかやったらほら自民党勝つために投票率低い方が良かったやろ、みんなが投票したら困るわけでしょ、はい、あれ統一教会とかな、総合学会、公開とも含めて、はい、でもこれからはちょっと新しいになっていったらあれせなあかんな、逆に言ったら投票せえへんか、いけへんかったら罰金とかな、もう、ほんまの民主主義やんのやったらな、はい、国民の権利じゃなし義務にせなあかんわな、もう選挙は、はい、白紙でもいいから投票せっていう形にせなあかんわな、やっぱな、成り立ってんよな、多分、またマイナポイント上げるって言ったら行くんですかね、みんな。なんかそんなんで若い先に釣ってるでしょ。で作った作ってないですよ、嫌ですえらいな、ヒグさんそんな2万とかで釣る、そういう根性が気に入らないですもん、ワクチンを打ったくせに。いや、そのね、その金で釣るそのやり方がね、もう許せないですよ。ワクチンもお金で釣っとったやんか、結局あれも。いや、あれは別に金で行ったわけじゃないんですよ。ええ、もうあれなあ、そんな、あれで2万円、2万ポイントもらうために、あれ作る人も作る人やで、でも。でも結構やってる。てる役所って並んどった。接種会場と一緒に並んどった。これ見てびっくりしたもん、こんな人が世の中まだおんねやと思って。みんな年配の方も結構作ってはりましたよ。あれ言った通り機能してないでしょ。機能してないところが害悪になってるじゃないですか。そうですよ。他人の情報行ったりとかね。あれ何十件とか言ってますけど、もっとありますよ。ありますわよ、だってもうだその20万件30万件は超えてますよ、ああいうなんかもう、なんでひも違う銀行口座と紐づいてる、はい、家族の中でね、はい、身内の中で、はい、まあ
だ機能しないっすよあれ、もうインボイスも絶対無理ですよこれ。インボイスね、言ってるだけですって。立場上ね、10月1日からって言われてるから、私らもそれに向かっていきますけど、で言ってるだけやし、やってる、言ってるだけやし、体裁だけ動いてるだけで機能はしないっすよ。だってほんまに機能さそう思ったら消費増税の時と一緒で何から何までシステム入れ替えなあかんのさ、ほんまやったらもうすでに、はい、終わってなあかんよ。何にもやってないでしょ、だって。いや、大企業は終わってますね。いや、普通の中小とか、その肝心なインボイスで網かけたろっていうとこが終わってないじゃないですか。まあ、終わってるとこもありますよ。ほんま、ええ、私も終わってますし、あのインボイスの番号のご封印買いましたし。あれも絶対トラブルになるわ、今回。あのまあ実際のところ揉めるでしょうね、うん、だからマイナーカードと一緒ですわあれ、うん、だからその辺やられるとね、我々しんどいんですね正直。そうやと思う。あのそういうのあると、その会計のシステムを今変えているんですよ。で金かかるじゃないですか。で手間もかかるんですよね、うん、で誰からも褒められないです。お客さんからも面倒くさいって言われますし、うん、あの税務署にはちゃんとせい言われますし、結局会計ソフトとかシステムとかそういう、そういう会社は儲かるんです。そうそう、だから利権ですやん。だから結局全部あれですやん、その利権ですやん。結構儲けてると思いますよ、根こそぎ変えてますからねシステム、あれマイナーカードも一緒やったよ。補助金でね、なんかやって出してやってたけど、結局何、ね、保険証は廃止するって言ってるでしょ、はい、言ってます。でもマイナーカード義務じゃないんでしょ、はい、いや意味がわからんよな。保険証ない人が出てくるってことですよね。そういうことですよ。そうすると、うん、マイナーカードを作って私みたいにいやいや言って、うん、保険証も今のあかんでって言われたらもう何もない話になる。どうする、なしでいく。そしたらもうマイナーカード作るしかないですよね。作んの、作らんと病院で保険証持っていけないじゃないですか。俺も兵糧攻めみたいな状態じゃないですか。いや俺保険証いらんって言うもん。ほら全額払わされますよ言うたら。いけへんもんだから。ああだからもう病院に行かないような健康な体を自分で作るっていう人がそっちですよ。だから、はい、あれと一緒ですやん、ワクチンと。だから今回の同じ理屈ですよ。まだ今回も同じことで攻めてくるんですよ、パターン的に。要はだから義務じゃないですよって言ってるくせに保険証は廃止って言ってることは保険証ないってことでしょ。要は作らんかったら、理屈としてはそういうことでしょ。なんだ、すごいよな言い方、はい、ある意味考えたら。で保険証廃止しますと、っていうことは保険証がない人が出てくるわけですよ、はい、ね、はい、俺これ多分今回もワクチンの時と一緒で日本の中で多分 15% ぐらいの人はそれおると思うわ、ちょっとまともな人は、もう保険証いらんわって言って、それが保険証いらんっていうことは保険料払わんよってなるよな、この逆に。こっちも兵糧攻めしたったらいいんですよね。そう、俺保険証いらんから払わんと。いや義務、いや社会保険料は義務ですよって今度言うてきたとしようや、はい、社会保険、はい、何だっけ、社会保険事務所かな、はい、逆にその義務やから払ってくださいと、はい、いや義務で払いたいけど保険証くれへんのに払ってるのっておかしくないですかっていう理屈になるよな、こういうことならへんけどさ、これすごいよな、この攻め方。だからそう攻めようとすると、年金機構とか個人を攻めないですよね。その雇い主を攻めますよね。で俺雇い主ですよ、ええ、だから個人じゃなくて会社を責めると。会社の社長ですよ、ええ、で会社は払う義務があるからっていう話になって、まあ極論したら差し押さえしようと思ったらできるんですよね彼ら。俺戦うで、もうそこまで来たら、ええええええうん、ふざけるなお前らと。一応ね、流れとしてはそういうあれは持っとるっていうことで、でも理屈は合ってないですよね、ええ、マイナンバーカード保険証渡さんのに保険料だけ払いっちゅうのはおかしいですよね、どう考えたって、はいはい、だからまずマイナンバーカードは義務ではないって言ってるわけでしょ、はい、はっきりと、はいはい、でも保険証は廃止しますもはっきり言ってるわけじゃないですか、はい、っていうことは廃止するわけですよ保険証は絶対ね、はいはい、でマイナンバーカード持てへん人はその代わり保険証ないからね君たちよろしくねって言ってるってことですよね、はい、ほな保険証いらんからそのから保険料払わんよっていう権利あるよねこっちも。いや払ってほしいんやったら払うけどそのから保険証ちょうだいよと。その辺なんか玉虫色のなんかカードを残すんちゃいます。絶対残す、ね、だって医師会が怒りますもん。そんなそれと
10%、 その 10% か 15% ぐらい絶対出てくるぞ、そういう人たち、ちょっとまともな人、反対する人な、その人だってちょっと収入高いはずなの、そういう人たちって、事業主で、その人らが社会保険料年金払わないと困るっていうのはやっぱあるんよ、やっぱで、そういう人がスタートで出てくると、あ、そういうやり方もあるんやっていうので、そっちの方に流れていく人も出てきますよね、当然、だから保険証じゃ、準保険証みたいです仮保険証一緒やろこれみたいな、あいつなんかね、だから本物はカードですよと、保険証ね、今までそれ廃止やですよ、廃止やからか、まだ出てくるかもわからんな、これおたくらカードじゃなくて一回一回紙で出せみたいな感じになるんですか、ね、紙で言うよ、今紙でも全然ええよヒグさん、そこまで粘らなあかんで、本気でマイナンバーカードなんて、うん、あれ縛り上げられんで全部やで、あれ、はい、そうですね、何やっても全部ほんで今回のあの分かったじゃないですか、どこに情報抜けてるか分からんようなことになってるんで、はい、あれ、はい、あんなもん絶対作ったらあかんって、恐ろしい世界ですよね恐ろしすぎるわ、住民票も違う人も出てきたりとかしてるじゃないですか、そんなわけのわからんことありえへんでしょ、個人情報がどこに抜けていくかはね、普通すぐ調べたら分かるはずですもんね、免許証まで行かれたら困るけどな、はい、免許証の時には俺どうするかちょっと考えない、免許証はないと思うけど、免許証マイナーカードに入れられる言われたら、もうええわ車乗らんわってその彼ええよ、もう自動車全部自動車税けえへんぞお前らって、まあちょっとしゃべ、あの保険証は俺多分や廃止要請と思うけどな、できないと思いますね、現実問題として、うん、医師会がうるさいと思うわ、はい、絶対嫌ですもん、うん、絶対ゴタゴタするの目に見えてますもん、でゴタゴタの受け皿はね、各医院の受付の人とかになるじゃないですか、そうですよ、で患者はおじいちゃんおばあちゃん受付で文句、会計に文句言うしな、はいはい、なんやねんみたいな形になりますもんね、喧嘩越しやもん、今普及率どれぐらいマイナンバーが半分いってるのかな、半分はいってると思いますね、マイナンバーで結構いきましたから、まだでも6割ぐらいやろ、そんな前と思いますね、もうこっか俺8割ぐらい行くかなと思って見ててんけど、今回のトラブルでもうやっぱ作るのやめた人増えると思わない、やっぱやめた、そうですわ、あれは結構衝撃的でした、2万ポイント付与するとか言った時点でやめた人多いやろな、もうこれ怪しいわと思って、な、まあでも6割にとどまっとって4割の人が作ってなかったら勝てるで、保険証廃止は無理やで、もう4割残されたら暴動やろ、もういい加減にせよ、あちこちでね争いが起こりますわなあ、ふざけたことばっかりやった、ほんまもう税金は増税するわ、もうだから自分らが少ない労力で効率上げようということばっかり考えてるんでしょうね、効率ちゃうよ、あれもマイナーカードもあれやて、さん利権やって、あれ、まあ、利権ですけどね、でもあの圧倒的に楽になるじゃないですか、いや利権やって、あれ利権もあるんですけどね、金横に流してるだけですよ、あんなもんだったら何兆か使ってるんじゃあれどうせ、でもその公務員にしてみたら一緒くたにされて利権を受けるところもあるでしょうけども、バラバラになってるがためにいろんなその外郭団体があって儲けてた、そういう今までの仕組みの人もおると思うんですよね、その人らは日上がりますよね、日上がるな、あの車でもね、免許更新の時にね、あの冊子とかあんないらんのにご丁寧に冊子作ってくれるじゃないですか、あれ何百円とかかかってるらしいじゃないですか、うん、ああいうのもそうですけど免許証もそうじゃないですか、うん、だからそういうのが飛んでしまうんでね、マイナカードで一本にされると、そうやな、他も全部そうやな、まあ便利って言えば便利やけど、そのああいうのって国が旗振ってやったらうまいこといかんわ、やっぱ、うん、昨日国をみんな全部の信頼してないですもん、機能してないですよ、あんな連中にやってらっしゃって、やっぱり民間が、だからあの JR のスイカみたいなあんな店なんか、まあ、トラブル起こせんでしょあれ、やっぱ民間なんよなああいうことって、やっぱりな危機感が違うよな、違いますね、で縦割りで自分らのことだけこうやっていくじゃないですか、あの連中ってなんか予算決めてそれさえ通して下に下ろしてしまえばそれで終わりみたいな話ですよね、金巻いて、はい、
で民間の場合はそのそっから仕事ですもん ね、システムを。トラブル起こったら自分ら責任取らなあかんと思うから、うん、システムを機能させるっていうのが仕事でしょ、はい、ちゃんと、はいはい、あいつら金下に下ろして、はい、とりあえず何やったっけ領収書と報告書だけあったら終わりの世界ですよね、はい、でトラブルあったらまだ業者に丸投げマスクみたいなほらやり直せってないでしょ、もう一回金払ってやるでしょ、はい、あいつら、はい、意味わからん、なんだよねあれ一体。あれですよね、あの近畿日本ツーリスト、あのこの前不正でやられたじゃないですか。あんなんと同じですよね。あのノウハウないところでも結局受託して仕事できますっていう話で、で悪さしよるわけですよね。で業務委託っていうか派遣社員みたいなとりあえず何人か連れてきてな、はい、水増しされてで請求されてたわけですよね。だから そんなの普通にできるっちゅうのがおかしいですよね。民間やったら絶対チェックかけるんですぐ引っかかるはずなんですよね。仕事じゃないよな、もうやってることが、大枠作ったらもうバーンと投げてもあと知りませんっていう話ですね。みんなほんで受けた受託した方があのパソナとか、だからあれと一緒で予算もらったんでその中でいかに儲け出すかっていうそこの上考えたわけですよね。だから結果求められへんから中抜きだけですよ、はい、上から降りてきたのものを踏んだくって、はいはい、踏んだく例えば10億踏んだくって、はい、10億から1億だけ、はい、とりあえず外注にこうお前これやれお前これやれみたいなで9億持って逃げるみたいな、はいはい、死ねえあんなやつらと思うなもうコロナの時なんかほんまひどかったですもんね。パソナなんかえげつないっすよ、ね、あの何だっけコロナの補助金の時にあれやったじゃないですか、はいはい、トーマツあデロイトトーマツとかやってましたね。もうひどいもんすよあれ、うん、あれも結局デロイトとかその不正があるところありそうなところにその通知出せとかってやってましたけども、うん、ほとんど出せないと思うんですね。出すも出せも派遣社員で素人ですやん、はい、結局、はい、何にも分からん素人をじゃああの派遣社員派遣に多分1000円払ってるか知らんで、時給、はいはい、1000円か1200円か知らんけど最低賃金がちょっとぐらい1200、300円払って、で上から降りてくるふんだくってのは多分時給8000換算ぐらい取ってるはずなんですよ、はいはい、竹中専門職屋とかなんだか言いますもんね、うん、オリンピックも一緒やったじゃないですか、はいはい、何もうむちゃくちゃな世界やなもう、あれだからコロナの時でもそうやったんで結局素人やねんか何も分からんからで今度また役所に電話してくるんじゃないか、はい、これこんなこと聞かれてるんですけどこれどないしましょうみたいな、はいはい、で役所の人また大変みたいな、はい、で役所の人は分かりませんって言って違うところにこうどんどん電話とか回されてね、で聞いた方はますます怒り出すっていうもうやめようぜそんなことやんのみたいな、あかんないぐさもああいうこと、あんな消えるってことごとく今回はもう、財産税含めて、自民党崩壊したらもうインボイスと電子帳簿保存法消えてほしいですね。とりあえずインボイスは多分あ形だけあっても機能してないですわ、でマイナンバーもあの調子でしょ、で自民党と公明党が次の解散総選挙今月ある来月秋遅くても秋にはあるからな、でこの解散総選挙でさらに変なごたごたがバレて落ちる、されてバラバラになってバラバラになってそれでもうこれどうにもこうにもならんっていうのが冬からお正月ぐらいになるんちゃうんですか。で来年の春ぐらいに新円切り替え出てきた時でこれ財産税行こうかみたいな話になってくるんちゃう。もう政治とどめよな、財産税までかけたらな、もう誰も信じんわな、もう国民、な、もう国なんて信じるやつおらんなのかな、もうええわ自分らでやるわみたいな。もうそうなったら日本には出稼ぎで来るわっていう人結構なると思うんですね。今でももうあの海外に移住したいって言ってる人結構富裕層やっぱりいらっしゃいますからね、うん、お客さんでもいますもん、なあ、だからまあ、残った人らは残った人らで自分らでやっていく形になるやろうな、もう
だって金けえへんようになるわけでしょ今度は、うん、そうなったら、うん、そうでしょ、うん、予算組まれへんみたいなとこまで行ってしまったらもう国会も動かんようになるでしょそんなバラバラになったらもう、うん、なるでしょだってバラバラやねんから、はいはい、予算組まれへんっていうことはもう官僚ももう身動き取られへんようになりますよ今度は、うんうん、官僚がいろいろ決めて雇ってやるけど官僚とかにも金来んやなったらみんな辞めていくんちゃうんすかもう、うんうん、だからええんちゃいますもんもうしょうもないアホみたいなこともなくなっていくしなインフラをどうするかやなでもなそうですねなうんインフラも自分らでやっていかなあかんのかなやっぱもうそうですねあとあれで変わるわ樋口さん多分めっちゃあれが出てくると思うあのその地域によってめっちゃ差が出ると思うわそれはあると思いますああ、はい、大阪でも堺市と何々市の差とか、はいあの市すごいいいよとか市長がよくて今でもありますもんそうでしょ、うん、高槻とかはあの子供の医療費とかねあるでしょ、高校卒業まで見てくれると、うん、どこそこはもう中学で終わりやとかあるでしょちっちゃなところでいっぱいありますからねああいうだから金だけとかじゃなくて、補助だけじゃなくて、全部がそんなになると思う、あそこの 市には、物の分かった人がいっぱい住んでるとかな、はいはいうん、あそこの C は6でもないバカバカおるとか分かれるみたいなだから不動産の価値もそれで変わってくるかもかなひょっとしたらもう市によってあ今でもね、うん最近言われてるのがその学、うん、あの自分ところの地域の小学校とか中学校のその度合いで不動産の価値変わるっていうんですよね、うんだから東京のほら港区とか中央区みたいなのがガーンと抜けてるのと一緒で、はい、あれはね、はい、ちょっとそういうお金持ちがそこに集まってるっていう、はい、っていうのがあるけど、それじゃなくて知的レベルっていうか文化レベルでこう、はいはい、市区町村で分かれるんちゃうかな、はい、めっちゃ、はい、だ市長がごっつい大事になると思う、はい、ボンクラ市長ばっかりじゃいます世の中そうです、ねうん、だからまともなやつがバーン出てくるんちゃうか、はい、地域が国に引っ張っていくんちゃうかな、はい、次、うん区学で変わるっていうんで、その刀とかやったら小中一貫の学校を今建設してたりとか、うんうん、結構仕掛けていってる市とか結構出てきてますわ。と思うわ。はい、だから少子化も市町村によって変わると思うわ。はい、子供ぶわー集まってくるところと、はいはい、もう全然年寄りばっかりのとこと、はい、それはだから都会田舎じゃないのもね、はい。田舎の方でも、はい、そのなんか生活レベルと生活のなんていうか。豊かさ水準とか、はい、教育水準の高い田舎と、はいはいはいうん、はそこにぐわー集まってくるみたいな、はいはい、そんな感じちゃうだから、はい、これ自分らで作るって感じですよ、はい、自分らが市長を選んで、はいうん、その方が健全でしょうね健全でし自分らが市長を選んで、はい、選ぶっていうことは多分投票率そういうところに住む人らって高なりますね当然 80%90% 超えると思うね、意識高いから、はい、でみんなで選ん で,、はい、でその市長のもとにその議員はもう、ね、あの給料もらうやつじゃないし、ね、夜集まってやるみたいな、はい、本業持ってて、はいはい、で自分らで運営するみたいな、はい、自治会みたいな、はい、でごっついええもんできるんじゃないですか、はいうん、でその中でその何々屋さんは何々屋やってくれみたいな感じで、はいはい、あええー、とこはもうどんどんようになってきましたあかんところがどんどんようになってきますねもう、うん、だからあかんとこはほんま投票率 10%20% とかな、はいですごい意識高いそういう人ばっかり集まってる市区町村は投票率 90% とか、はいはい、だからみんなが参加してるみたいな、はいはい、なるで なりますね、なると思う、今回はそんな感じだと思う中央壊れたままやな、はいうん、だ地域だよなやっぱり、はいうん、それ正しい姿ですよ ね, そ う, ですね、はいうん、でそういう地域ってそういうなんていうかなまともな人ばっかり住んでるっていうか運営されてる地域みたいなところってなんその教育の水準っていうかな新しい教育の教え方とかやってたりで豊かさもすごくあったり、はいはい、ほんならそういうところってほら例えばさっき言った議員ももう給料なし、はい、で市長が優秀とでみんなでやってると、はい、だもうぜあ市民税いりませんあ、はい、みたいな、はい、みんな行くからそこに、はい、市民税ここフリーですから、はい、とかなその代わり市民税というか何か別の名前で税集めてその税を地域の運営に使うとかな、はい、インフラとか、はいはいうん、まあ納めた分が目に見える形でインフラとかに行ってたら納得感ありますよね、うん、こんだけ払うだけどああ
こういう施設だったらこういう道の整備したってなったら、うん、まあしゃあないなと、うん、それもなんかハイテクのインフラ作ってみるとかな、はい、でもほんまに冗談抜けそんな形になっていくと思うんでなるで絶対で、うん、なったら多分そういうところって自分のところで通貨発行するかもかなもうああうんここの域内で使う通貨、うんうん、日本円はあったとしても日本円を換金してそこで使ってくださいみたいな、うん、で観光施設なんか作ったらインフラでな自分のところで税金集めて、うん、ほんだよそから来た観光の人らがその通貨使ってくれみたいな、うん、両替してからすごいまた潤ってくるなもう独立国ですよね自治区ですよねもうね、はい、うん、そういう縛り取れたらそうなるで絶対に旗振る人が出てきたら大阪とかでも高槻とかなるんじゃないすぐ、うん、あるえるな北摂あるもんな、はい、高槻なんか見てると、はいはい、市長でしょやっぱ見てたら、はい、違いますよ市長とその住んでる人たちもあると思いますねまあでも最初に市長やで、ね、やっぱり市長まあでもそれを出してくるのは市民やもんな、だからある程度そういう層を追ってその中から出ていくっていうそういう、うん、その元々のそのあれは必要だと思いますね、うん高槻なんかもあると思いますね、だからそうなってくるとそこの不動産というか地面の価値もだんだん上がっていくってことになるんですよ、はいはい、自然に上がりますよねでしょう、じゃあ不動産もそっちにも左右されるんですよねこれから、はいはい、あんであかんところあかんところでだんだん衰退してて治安悪なっていって、はい、余計地面の価値も下がっていくと、はい運営によって土地の値段変わるってことになるんやろうなこれそれは当然考えられますわね考えられるでしょ、はいうん、だから中央都心やからええっていうわけじゃなくなってくると思うわこれ、そうですねリニアモーターカーとかできたりとかしたらそんな関係なくなりますからねうんただ単に人数が人が多いからってだけじゃないと思うわその人の質にもよって変わってくるんじゃないかなこれ、はいはい、うん面白いなそうなったら、なるで絶対にそうですね